東京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、長いシーズンを戦っていく上で1年生集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうです。6回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号16、加賀がマウンドに上がります。さあ、マウンドを任されたのは加賀、今シーズン初登板です。さあ、西さん、ここで出てきましたね。まあ、しっかり攻略したいですよ。そうですね。打った、大きな打球になった。どんどん打球は伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。見事起用に応えました。ノーアウトランナーに。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。打った瞬間確信した。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。7回裏、ジャイアンツにホームランが出ています。3塁回って今ホームイン、10対1。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、打線が見事大爆発しましたね。いやー、もうね、こういう対象なかなか見られないですけどもね、よく打ちましたね。それ見ていて気持ちのいいゲームになりました。バッタージャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが敗勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。